オリオンホールの下見にやってきてます。めちゃめちゃ今日天気いい感じです。本番もねこんな感じだったら最高ですね。みんなも、願っててください。これロープウェイがまたいい景色なんですよ。下にね布引きの滝が見える。僕が育った街楽しみにしててください。美味しそう。ただいま中間駅っていうところに着きました。ここはね山頂駅に向かうまでの、まあ、文字通り中間の駅なんですけど、早くライブ見たいからと言って間違ってここで降りちゃダメです、ね、気をつけてください。あのレストランが気になる。眼下に広がるハーブ園のハーブたち、ぜひご覧になってくださいね。これ分かりにくいですけどね、ハーブ多分育ててるんですよ、ね、ぜひお時間あったら皆さん見てくださいね。田んぼちゃいますよ。到着しました。はい、降ります。なんですけどね、降りたらロープウェイ降りたら歩いてください。これもうなんかもう涼しいんですよ、ここすでに。なんでね、もう最高の展望台みたいなとこありますから、歩いて歩いて歩いてご覧ください。この森のホールですよ皆さん。森のホールじゃないですよ、ハーブ園ですよ。行きますよ行きますよ。完全にここから来ていい感じやねこれ。はい、3、2、1、こういう感じ。はい、これが湯の引きハーブ園からの眺めです。これ絶対見てほしいな。これね今回はね収穫の秋フェアってのやってますね。とにかく多分食べ物めっちゃ美味しいから、いろんなやってるっぽくて、ね、いろんなやってますよって来てたらこれですよ。これやばいから、これ、サバランちょっと意味わかんないですが、多分なんか美味しいとかっていう意味なのかな。このパフェ本当美味しいですから、季節のフルーツが乗ってるパフェ、ぜひ食べてください。これ本当美味しいですからね。すいません、もう今年もね見つけてしまいました。これはほんま美味しいから、これのカレー食べてください。もう絶対外しません。これこっちね、こっちこのなんかのチーズ、これもうほらこれめちゃめちゃ美味しいです。このカレーとチーズとなんか赤いなんていうんですか、このね美味しいからね食べてくださいね。もう音楽だけじゃないですよ、いろんなものを楽しみに来ていただきたいなと思っております。もう皆さんにお伝えしたいのはもう一つありまして、ね、このダイヤレモンっていうこのね地サイダーがあるんですけど、これがめちゃめちゃ美味しいです。でどこで買えるかってね、前回もねお問い合わせいただいたんですけど、森のホールに向かっていくこの通路があんねんけど、そのすぐ隣のねこのハーバルマーケットっていうところ、分かりにくい、ハーバルマーケットっていうところにあるから、ここ来てもらって、で多分当日もそうやと思うんですけど、ここに横にね冷蔵庫あるんですよ。冷蔵庫に冷え冷えダイヤレモンって書いてるから、それで買えます。めっちゃ美味しいんで、僕はいろんなサイダー飲みましたけど、多分これが一番好き。ぜひ飲んでください。行ってしまったんですけども、まあ、毎年恒例のカレーのねホットドッグ美味しいんです。そして横のこれビール、これね本日のビールっていうのがあるのよ。今回はハニービール、楽しみです。これね食べ過ぎなの分かってるんですけど、ちょっと追加で頼んできました。9月末までかな、限定販売してたんで、なんか、ソーセージと、これは多分芋だと思うんですけど、芋にマスタードっていうコンボ、これで
後ろでものすごい優雅な曲かかってる、ね、ものすごい優雅な曲かかってる。僕は今からソーセージ食べます。山頂駅からゾーンとまっすぐ来ていただきましたら、これねガーデンにたどり着くことができます。もしくはガーデンにたどり着けなかったってことは違う道行ってるからね。いい。でこのガーデンに来ていただきまして、ずっとまっすぐまっすぐまっすぐ行ってください。ゾーンとまっすぐ行ってください。ゾーンとまっすぐ行ってください。まっすぐですよ。まっすぐ行きます。なんだか真ん中に庭園みたいなのありますから、庭園もさらにまっすぐ来てください。どんどん来る。そうすると出てきます。これね、森のホールとか書いてますが、この2階が会場になります。楽しみにしててください。ここで見えるか、ここスターティングオーバー歩いてるんですけどね。このハーブ園ってめちゃめちゃ綺麗なんですよ。なんだけど全部いつもこうやっていろんなスタッフの方皆さんがいらっしゃるからなんですね。本当に至る所でねいらっしゃいます。すっごいですよ。だから綺麗なの、感動する、ね、山頂駅から歩いてきますとね、このハウスが見えてくるわけなんですけども、多分ですけどね、この辺ぐらいまで歩いてきたらみんなの足結構震えてきてると思います。気をつけて残り歩いててください。ハウス、かぼちゃ本物ですよ。これかわいいな。玉ねぎみたいな、玉ねぎかな、かぼちゃや、ね、至る所にこのハンモックみたいなのがあるんやけど、これはねちょっとねやってみようかなと思います。これハンモック、怖い怖い怖い。ああ落ち着いた。あのねゆらゆら揺れてください。ハーブ園をずっと下ってきましてね、ちょうど中間駅、僕今いるのはこうスパイスの館っていうところなんやけど、そこを、2階かな、2階をこうくぐっていきますとね、このね温室があるんです。ジャングルみたいなのが急に広がってます。よかったら行ってみてくださいね。こういや結構ほんまに立派な温室なんですよ。これすごいな。これが2階なんですけども、こんな感じで大きな温室が広がってます。この一つ一つがきっと、例えばナツメグが栽培されてたりとか、ちょっと名前はね分かんないけど、いろんな、きっとスパイスにまつわるようなものが、育てられてる、そういう温室ね。いいよね、ジャングルみたいね。ハーブ園奥深いでしょ。来てしまいました、うん、前回もホットドッグ食べて食べ過ぎやからやめとこうと思ったけど、今回もカフェザ・ベランダでね、見た目が反則ですね、何なのかなって考えてます。これはもうなんていうか何層になるんですか。これ 1,2,3,4,5,6,7,8 です。3000層ぐらいになってますね。やばい、これはやばい。というでここに可愛くあしらわれたゼップランドね、いいですね。いただきます。一番下までね歩いてきていただきますと、こういう小高い丘がありまして、ハンモックのねコーナーがあるんでね、いよいよここを降りていただいて、降りてぐるーっと降りていただいたら、こっち側にね、こっち側はね、ないとこやけど、これね、これが最後降りていくための駅ですから、中間駅になってますんで、皆さんそこに来ていただいて、あ、今日は楽しかったねと帰っていただけたらなと思います。9月の22日お越しの方の中には、ライブの開演までの時間にですね、ルロビキハーブ園でいろいろ楽しんで、帰られる方もいらっしゃると思います。山頂駅でホットドッグ食べたり、温室行っていただいてパフェ食べたりとかね、そしていろんな、まあ、ガーデニングを見ていただきながらこう下っていくわけなんですけども、そこからの中にはですね、頑張ってそこから歩いて登らないといけないんじゃないかなと思われる方もいらっしゃると思いますが、往復のチケットをお持ちの方はですね、それを提示していただけますと、中間駅からもう一度山頂駅にやってくることが可能なんで、そこはご安心ください。はい、というわけで今日は9月の22日神戸ルノベキハーブ園森のホールにて開催させていただきますボカドゥータの、レコ発リリース記念ライブ、その
会場であります布引きハーブ園をもっと楽しんでいただきたくて、作成させていただいた動画でございます。いかがでしたでしょうか。美味しいもんもあるし、眺めめちゃめちゃ綺麗し、もう甘いもんもスイーツも一緒のこと言いましたけど、本当に最高に、楽しんでいただけると思います。もう道歩いてるだけでもね、もう数々のハーブが咲いてますし、綺麗な花もあります。温室も来てほしいし、もう当日はライブだけじゃなくて、もちろんライブも大切なんですけど、せっかく来ていただけるからにはロープへ乗ってきていただいて、もう目いっぱい布引きハーブ園を楽しんで帰っていただけたらと思います。そしてお腹もいっぱい、もう胸もいっぱい、ワクワクがもうピークに達した状態で、ぜひ森のホールに遊びに来てください。そっから先は岡田裕太が間違いなく最高のライブしますので、はい、ということで9月22日森のホールでお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。